どうもトムです、はい、今日は、さまざまなギターのストロークのパターンとリズムについて、説明していきます。まあギターのストロークって、まあ、リズムパターンいろいろあるんですけど、例えばその楽譜に書いてあるあのリズムのあの楽譜書いてあるんですけども、符号が書いてあるんですけども、それはなかなかあの見るだけではパターンいまいちピンとこないんですよね。なんであのどうやって覚えるのがいいかっていうと口で言いながら体で覚えていくっていうのが一番ベストです。でそのベストな練習方法があるんですけども、名付けてあのジャカジャカ練習法っていうふうに言います。これはどういう練習法かっていうとダウンストロークです。ダウンストロークの時に、心の中でジャっていうんですね。でアップストロークの時に、心の中でカっていうふうに言うっていう、まあ、練習法なんですけども、例えばこれで、まあ、ジャカ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 っていうリズムがあったら、今こういう感じのリズムになります。で、まあ、いろんなリズムがある。ジャンジャカジャンジャカだとっていうリズム。で、まあ、こういう感じであの練習していくと一番あのストロークの上達が早いです。で今日僕が、教えるのは、一番よく使うでこのジャカジャカと、まあ、一番よく使う、ストロークのパターンなんですけど、2つ。あります。ストロークのパターン、それが、ジャンジャンジャンジャカカジャンジャンジャカっていうリズムです。これを、弾いてみるとどうなるか、ゆっくり弾きます。このようなストロークパターンです。これは本当にいろんな曲に使いますし、アレンジするときでも、まあ、結構使います。これが弾けないとなんか、ギターこれからやっていくのは結構難しいで、まあ、これ絶対、マスターしてください。でもう一つがあのジャンジャカカジャカっていうリズムです。ジャンジャカカジャカ、これを弾いてみるとこうなります。これは、結構テンポの速い曲、ロックだったりハードロックだったりで結構使うリズムです。最初に教えた、言ったリズムは、まあ、フォークミュージックだったりポップだったり結構あの穏やかな曲とかに結構使われて、まあ、もちろん激しい曲に使うこともあるんですけども、こっちの、っていうのは、結構ハードなテンポの速い曲に使います。で今はゆっくり弾いてるんですけど、まあ、結構ロック系の曲だとみたいな感じで弾きます。今の2つを覚えておくと、とりあえず、まあ、どんな曲でも一応ストロークのリズムはだいたいカバーできるかなと。で今のそのもう一個そのストロークの回数を増やしたり減らしたりとか、そういうのはもう全然自由にアレンジしてもらってもいいんで、でもいいですし、要するにこのジャカジャカジャカって心の中で言い聞かせながら覚えるっていうのが、まあ一番手っ取り早い、早く上達するストロークが早く上達する方法だと思います。僕も、初めてギターやり始めた時は、まあこの方法で、やり始めて、練習して弾けるようになりました。なんでぜひとも、これ体でストロークを覚えていってください。はい、それではもう
う一回ちょっとおさらいします。ジャンジャカカジャカです。もう一つ、まあ、こんな感じのストロークになるんで、まあ、今ちょっと拍数ちょっと1個増やしましたけど、まあ、この2つのリズムを、覚えて、とにかくあの、ダウンストロークがジャッ、アップストロークがカっていう風に、覚えて、それであの練習していけばあの上手くなるんで、繰り返して体で覚えていってください。それでは。